木村和美は、広島テレビ放送のアナウンサー。広島県福山市出身。広島県立、福山茂機館高等学校を経て、関西学院大学を卒業。高校時代、ラグビー部でマネージャーをしており、マネージャーが交代して、毎日二生分のおにぎりを作っていた。大学時代はカンボジアにて、遺跡のガイドや音楽教師などを経験。2020年4月、 広島テレビへ入社。初泣きは5月12日のスッキリでの天気予報。7月から ZIP ファミリー広島。2020年9月からは夕方のニュース生活情報番組テレビパにて近場で遊ぼうの火曜コーナーを担当する。2021年4月会編からはテレビパ金曜日の総合キャスターを担当。AB 木村和アナウンサー広テレ。 ウェブ。広島テレビ放送株式会社。2021年1月23日閲覧。はじめまして。カンボジアは、マンゴーの季節ジョイントサポートチーム4アンコール。コミュニティデベロップメント。2022年1月22日、閲覧。中国、四国特集。広島テレビ放送夕方ワイド情報番組。テレビパで、初の女性コンビが誕生。 電波デジタル、電波新聞社。2020年7月6日閲覧。初めてのテレビ派。広島テレビ放送株式会社。2021年1月23日閲覧。ハッピーボックス、木村和美ブログ木村キー。広島テレビ。2021年1月25日閲覧。ありがとうございます。